お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あの本間さん。はい<っ>。<laughs> 今日のこのキャップのタイガーマスクがものすごいリアルに浮き立つんですね。それ。はい。これはね、おしゃれなこれも、うん、結構いい値段をしたんですよ。ではちょうど今タイガーマスクの話になりましたので、はい、タイガーマスク対小林克明うん。えー、こちらの構想についてお聞きしたいんですけれども、あの。 やはり、その、小林君さんがマスクを剥いでトラハンターとなったって言うんですけど、それはどうだったんですかね。うん、いや、でもね、もあのー、はい、な、何事も。男と女の恋愛も戦い模様も一緒で、タイミングだと思うんだよね。はい、で、あ、あの、確か八十二年。の話を、主に聞いてる感じ。はい。千九百八十二年の。まず、十月二十六日の大阪府立体育館で、初めて小林さんがタイガーマスクの。 マスクを這いだ大阪府立体育会館はね立て直しをして、はい、今や新しくなったものがだいぶ古くなったなっていう佇まいになっていて、はいはい、本当にでもね交番だけがね、はいえー、大阪府立体育会館ポリボックスみたいな、はい、確か体育会館ポリボックスみたいな、はい、その名前の名残をとどめてんですよ。はい、あそこはもう通ったんんでで懐かしいんですけど、はい それは僕はあの新日のやつで見返したりして、はい、まずタイガー・マスクチャンピオン対チャレンジャー小林邦明、はい、それななんでああいうねマスク破り構想みたいになタイミングだって言ったのは、はい、武者修行海外から帰ってくるんですよ小林邦明がね。はい、でさらに体が筋骨隆々体脂肪率を減らしてシャープになってジュニアヘビーの権下の体型になりながらマーシャルアーツの。 ロングタイツあれロングタイツとは言わないね下がフレアになってるから何、はい、て言うんだろうね,、はい、ううねやっぱりマーシャルアーツのコスチュームか、はい、あれで登場するでしょ、はい、僕はねそこれがねタイガーマスクと二重写しになっててマスク破りの方に結構行ったけども、はい、基本的に2人が対角線上に向かい合ってる段階で僕は格闘技大戦争まで行っちゃうんですよマニアックに言うと、はい、1970年代後半のね、はい、やっぱり前にも話したタイガーマスク佐、はい、山さんは。はい あれだけ反り投げがフロントからバンバン決まってやっても相手に受け身取られてキックの雨あられパンチの雨あられにマットに沈むじゃないですか、はい、そこからあれだけ才能のある人が奮起一番プロレス流儀もやる、はい、マーシャルアーツもやる、はい、下手したらボクシングルールでやってもいいのかっていうぐらい空手道場にも通う、はいはい、すっごい技のデパートになっていくじゃないですか。ね でも腐敗をなめたっていうそういう格闘技大戦争の原点があるわけですよプレス以外に佐山悟が触手を伸ばして才能を伸ばしていくそれを彿とさせるあのマシャラーツのコスチュームっていうところが僕はまずグッときたでこれはその時コンセプトとして言われてないんで僕は言ってません。 うん、自分が何か差し出がましいこと言って「はいはい、え新日および猪木」コンセプトにけをけがすようなこともいけないので、うん、あんまり言ってないんだけど僕改めて今回見たらその自分がこだわってたところによみがえった、うん、であとね小林邦明がねこれあんまりマスク構想について全然語ってないくてごめんね、はいえー、全然いい、はい、大丈夫ですあのね小林邦明っていうのは、はい、俺は切ないなと思ってるんですよ彼は。うん、何でかっうとう技ももい、はい、パワーもある、はい 激しい動きもね和製ダイナマイトキット的な激しいえっていう動きもやったりする鋭角的にところが小林邦明のまず骨格と体をちょっと想像してくださいヘビーではない典型的なジュニアヘビーかっていうとそれにしては若干大きめの体育をしてるわけですよこれが僕にとってみたらジュニアヘビープラスって階級を作ってあげたいぐらいなんですよ だからヘビーとジュニアヘビーの狭間まで悩む小林邦明がいて例えばジュニアヘビーからキラー星のごとく出てきてマリソンからデビューを飾ってっていうストーリーが出来上がった藤波辰己だって誰だってヘビーに行って十分通用する肉付きになっていくわけですよね。ところが小林邦明はヘビーにしてはちょっとちっちゃめでジュニアヘビーにしては大きすぎるっていうね。このび微妙なジュニアヘビープラスが メキシコのルチャリーブレ空中殺報も学びながら天性の才能があるから軽快な動きもパワーサップもできるラフレもできる状態で佐山悟タイガーマスクと向き合っての凱旋帰国82年大阪府立大会館ですよこれでさっきのマーシャルアーツの出たこれは何かあるなということを予感させるんですやっぱりあのマーシャルアーツ流儀からマスク剥がしっていうのはつなげてみないと面白くないと思うんですけどいかがお過ごしですかどうですか まさにいいですねあんまりそのコスチュームってそんなに注目してなかったんですけど、うん、確かに佐山さんのちょっとトラウマのコスチュームでですもんね、うんね、うん、そうな佐山さんはそんなことは、はい、気づいてなかったっていうかわからないけど <laughs>、はい、なんか潜在意識に訴える演出が小林邦明が考えたのか、うん、当時の親日の、ねうん、もう人たち、えー、新馬さんももちろんいたし。 そういうい幹部のの人たたちが考えたのか、うん、猪木さんのプランがそこまで細かくいってたかっていうと俺はそうじゃないと思うし、うん、誰なんだろうっていうところはまたミステリアスで面白くてマスクはぎっていう、はい、ややね、はい、ルール破りの方向に入っていくっていうのがやっぱすごいその当時っていうのはこのマスクはぎっていうのは。 ヒートしてたんですかお客さんは？えー、いや僕の印象ではそうでもないと思います。あ,<ー>あの <laughs> マスクはぎっていうのはやっぱ古典的なんですよ。はい、僕なんかの年代から言わすと、はい、やっぱり昭和っつっても本当にオールドクラシックプロレスを小学校からの低学年から、はい、まあ要するにプロレスの立ち上げですよ。はい、日本に日本の夜明け。 力道山がプロレスを立ち上げる例の街頭テレビで力道山対木村正彦とかその昭和29年に私は生まれているわけですからずっとテレビジョンの台頭とともに私は見てるわけですよねでそれでいうとマスクギっていうのは力道山の頃なんですよやっぱりいろんなマスクマンがあの当時マスクマンというの覆面レスラーが覆面を剥がされるっていうねだからえもうやや 時が進んで白服面の魔王ザデストロイヤー有名な四の字固めのあのデストロイヤーさんからねじきじきに使ってたマスクをお昔いただいたことありますけど今でもありますけどあのデストロイヤーさんの頃になるとマスクって言葉が出てきて目の周り鼻の周り口の周りを大きくやってこれは子供心に果たしてマスクかと <laughs> だいぶ露出度が上がってしまってるじゃないかというような えところがあるぐらいでもうあの時はもうデストロイヤーになるとえ流血して白いマスクの生地が鮮血に染まるっていうのは子供の頃にビビったっていうような記憶であってあんまりマスク剥がしの印象はもっと前なんですね。もう完全にミスター ゼロミスター、X、この辺りは確か完全に剥がされて X だかゼロかどっちかは丸坊主だったっていうのを子供をこれ見て旋律 <laughs> と笑いが同時に込み上げましたつる <laughs> ツルツルやんけと思って <laughs> でそれをマスク剥がしっていうのは本当に完全にズル向けにしましたからね<ー>で、えー「デストロイヤー」ぐらいでちょっと落ち着いてマスクを持って歪ませて。 技をこう視界を塞ぐみたいなそっちの工夫に入っていくるだからもう一周してね周回してタイガーマスクのマスク剥がしは、うん、小林邦明の仕掛けとか含めて、うん、あの当時ねその、えー、大阪府立の82年の今喋ってる試合に関しては、ね、ビリビリ破いてますよね確かだから最後は剥がされるんだけど こうた白いタオルでもう若手が隠したりして最後まで見せないで花道引き上げていくじゃないですか、はい、あれがミステリアスで良かったんだけど僕は喋りながら思ったのはあ昭和のもっと前のクラシカルなプロレスの再来だというのがものすごくこうモダンな時代劇を見ているようでう血湧き肉を取ったんですよね。うううわ懐かかしいいなと思ってだからそういう、はい プロレスの流儀とかあの切り口アングルって必ず繰り返すから、うん、そのなんか懐かしさと古臭さと、うん、それからやってることはモダンレスリングなんですよ 2>,、うん、2人は動きが、うんはい、やっぱりメキシコのルチャ・リーブレで洗練された2人だし、うん、もう本当に運動神経がいいもの同士のシナジーがそこにあるんで、うん、あのわざとおきて破りじゃないけれども、うん、あの藤浪長州名勝負数えたじゃないけれども小林邦明選手がかなりタイガーマスクのローリングソバット的な動きとか。 それから、うん、あのハイキックとかなんか結構タイガーマスクのお箱を先んじてやるみたいな場面あったんですよこれがまたね、うんはい、ちょっとファンの胸がざわつくんですよ、はい、でそれが一つでそれからあとはそういうことをやりながらも、えー、グランドテクニックを小林邦明は予告するんですよ タイガーマスクのおかぶを奪ってスタンディングでも蹴りも含めて、ねうん、あいつを打ち負かした挙句にハイキックをめてから見てくれと寝技であいつの一日の長、うん、あいつが上だっていう部分を全部ひっくり返してやるっていうんですよ、うん、小林邦明は。はい、考えてみたらあのタイガーマスク佐山悟の立ちでのパフォーマンスに圧倒されたらもうファンも何も一色になるでしょ。はい ものすごく運動神経のいい小林邦きとしたらいいところまで見せてお株を奪ってからは寝技に持ち込んで苦しめてやろうって,言ってかなり寝技に持ち込んんで締め上げるんですよそのあの締め上げ締め上げ締め上げで喉元とか苦しくなっていったタイガーマスクにいいところのクライマックスでマスク剥がしがありますからんであとはタイガーマスクがいいところを見せてあれ結果やられるわけじゃないですか。はい タイガーマスクはめったりされるわけじゃないですかだけどその前にいいとこ見せとかなきゃいけないでしょ。でそこで見せるもう一回俺の方がこのトリッキーな四次元殺法は上なんだとばかりにこの例えばパン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 ってこの小林邦明の蹴りとかそういうスタンディングの技を同じように打ち負かして自分も返しながらお株を奪いやがったけど、ね、こっちは一律の蝶があるんだってこうお家芸を見せながらそれで小林邦明を倒した後に。 あのエルボーをねやっぱりタイガーマスクのエルボーって普通の人重量級ヘビー級のエルボーってそれこそディック・マードック含めてね、はい、まあもちろんうまいのはあの人気だったやっぱりアブドラザ・ブッチャー黒いジュースやっぱりスターンって上がってドーンと落とすというヘビー級のジャンピングエルボーってきむ、はい、気持ちいいじゃんそれ、はい、でジュニアヘビーはどうしても劣るじゃな、はい、ね、そう思いっきり飛び上がってガツーンと持っていくアニマル浜口流、はい、それから タイガーマスクはジャンプして余裕ででもがくんですよ、はい、飛び上がった状態で滞空時間が長いから運動神経よくて身体能力あるからわーって手足をダンスするように踊ってからバーンと踊りながら落としていく、はい、それを23発ぶち込んで小林邦明に最後サマーソルトでピャーンと回転して背中から落としてみせるとかそこでアクロバティックな四次元殺法を見せた後に。 小林邦明のワンサイドになっていくっていうね二、えー、人のいいところがいかんなく発揮されてる感じがするんだよねそれでしまいにはどんどん髪の毛がリーゼントになりながらこっちも持ち上げてリーゼントしながら中央で川のうねりのようにこの支流と本流が合流するようにこうなって変則オールバックになってるんでしょ。はい あのもう数年前かなんかに猪木さんの集う会みたいなのがあって藤原快明さんとか坂口誠二さんとかクリス・正信さんとかえいろんな人が集まってえ会長本当に体調悪いようですけどどうですかってこうみんなが集まって飲み会みたいなのがあった時に小林邦明さんも確か来てて俺 YouTube でそれ見たんだけど。 まだいう髪型がエスカレートしてとって,ってますだから全世紀の自民党の代議士だったいまだに一部いずれたる力を持ってる山崎拓さん山崎拓さんそれから小林邦明さん髪型は全く違うけど私は私はフェイクヘアスタイルと呼んでいる、はいえー、かつての大統領のトランプドナルド・トランプ。<laughs> でもねねな、はい、なんか、ね、こうなんか、ね、残酷なプロレスっていうか、はい 隠してるものを剥いでしまうねなんかとんでもない暴行とかねそういう恐ろしさをエンタメの中で見せるっていう役割を担ってた時代なんだよまだ82年ってだからああやってベリッと黄金のマスクをねトラハンターがとんでもなく両辱して剥がすっていうのはやっぱりあの当時のファンにはものすごく影響を与えたと思うよ。だから今日ねそのキャップがビンスのキキャャッッププががビス なんかこう立体感を持って迫ってくるんだよね。はい、俺それ絶対買いに行こう。はい